はい、皆さんこんにちは。いつまでもバイクでチャレンジ。でも今日はコペンに乗ってるチャレさんです。イエイ。はい、今日はね8月25日の日曜日、時刻は13時1時ですね、午後1時。はい、コペンでのんびりドライブでも行こうと思ってお昼過ぎてから出ました。今日も本当はバイクで徘徊したかったんですけど、台風が近づいてきてる影響ですかね、ちょっと雨雲がちらちらっと、雨予報がちょっと回避した風はあるんだけど、西の方から雨雲寄ってきてるよねっていう感じで、ちょっともうモンキーも CB もやめとこうみたいな感じで、雨降っても全然大丈夫な車に乗ってってブラブラっとそこら辺流してくるかみたいな感じで出てます。はい、やっぱどっか徘徊せんとこう1週間がねなんか終わらないっていうかで、おまけにこう動画1本でも撮らんとなんかこうもうルーティンと化してますもんね、動画撮るのがね。という感じで、今コペン出し出してます。コペンもね全然こう休みの日に乗って出ることはないんですよ、バイク置き場に行くぐらいのことで。はい、法律でドライブ盆休みどっか行ったとかっていうこともない。はい、墓参り行ったぐらいですかね。はい、そんなぐらいしか使ってないんですけど、それでも、去年のね8月の末にコペンこの車来ましてですね、もう8月25日ですからちょうど1周年経ちました。で来た時がオードメーターが4万7000ちょっと切るぐらいだったと思うんですけど、ちょうど今ね6万キロ超えて6万100キロぐらいのところになってるので。1万3000キロぐらいは1年間で乗りましたかね。はい、月1000キロぐらい平均は乗ってると思います。もちろん仕事で使ってた時もあるので今も使ってるんですけど、用事がある時はロードを走り回るとやっぱり距離が出るのは仕方ないですね。でオイル交換を2回だから5000キロおきに2回やって、3回目がぼちぼち来るかなっていうぐらいです。あと500キロも走ればオイル交換時期なんで、1年点検もちょうどついでに一緒にしてもらおうかなと思ってるところです。特にね不具合な箇所がないので、タイヤはやっぱさすがに1万何千キロか走るとちびでくるのですり減ってきますので、前後のローテぐらいはしてもらって方がいいのかなとは思ってますけど、その他は特にないですね。で1年間に経って何をこの車に施したかなっていうと、大して何もしてないですね。大きくはカスタマイズとしては動力性能に関わるところと、運転の操作に関わるところをいくつか、はい、変えましたね。1年間の総括をするとね、まずはパワーをちょっと上げるためにサブコンをつけて、ピボットのパワードライブっていうやつだったかな、つけて12馬力ぐらいアップさせました。はい、それと、これだカップラー差し込むだけのものですけど、ボンネットの中にユニットがあります。でもう一つは、スロットルコントローラー、これも同じくピボットが出してるやつですね。D スポーツが監修しているので、ダイハツの公認パーツみたいなもんだと思えばいいんですけど、ピボットのスロットルコントローラーをつけましたね。これ今も作動してます。 4段階分けられます。ノーマルモード、エコノミーモード、レスポンスモード、パワーモード。はい、今エコモードにしてます。はい、エコの一番きついエコにしてます。だから踏んでも車前に出ない普段これ慣れるとなんてことないよ。レスポンスモードで使ってた時からエコモードにした時にはうわタービン壊れて動いてないみたいなぐらいとろいとかって細いとかって思ってましたけど、もうこれで毎日通勤や仕事を使ってると慣れたって感じ。使い方次第ですけど、それと、スロットルコントローラーをつけたのと、あとシフトね、逆転シフター GT シフターっていう、これまた D スポーツ部出しているもので、ここのマニュアル操作をするモードのところのプラスマイナスを逆にするやつ、はい、今引くとプラスポストマイナスなんですけど、純正は逆でした。ポストプラス引くとマイナスみたいな、はい、これをまあ普通の一般的なシーケンシャルシフトと同じ方向でシフトダウンとシフトアップができるようにする、まあ配線切り替えてるだけですけどね、1本入れ替えてるだけでしょうけど、あれを変えました。でまあそのついでにここのパネルをね、なんかカーボン調みたいな D スポーツのパネルになって、ついでにもうじゃあ D スポーツのなんだっけ、シフトノブのマニュアル下につけるようなシフトノブなんですけど、丸っこいのに変えました。これ握り不織布で非常にいいですね。あとは何つけたかな、何もつけてないかな、リップスポイラーをゴムの両面テープでくっつくやつをつけてます。フロントのバンパー部分といいますか、ガリってやらないために、はい、車高低いんで、まあ、この車もともと買った時に、マフラーはね、鉄棒の D スポーツの鉄棒製がついてましたし、サスも定員の車高調が入ってたので、はい、最初はね、一番減衰力が16段調整ぐらいあるのかな、車高はね、もう納車された時にもう前のオーナーがやってたまんまで車高は変えてないです。はい、上げたり下げたりできるんですけど、もう変えてない、指2本ぐらい低いかなっていう感じです。ただ減衰はいろいろ最初の段階で最弱から持ってって、でまあ最初はねやっぱね、こういう車って乗り心地が悪くってゴツゴツしてるわけですよ。普通車とかその前がジープとか乗ってたし、グランドチェルキーなので、こう他の乗り物と違って、ましてこのフォローというか屋根部分がこうやっぱこういう構造だからギシギシ言うし、もうアップソーバーの減衰を強めると余計それがガタガタゴトゴト言うので最弱にしてたんですけど、だんだん慣れてきて何段目かな、一番ガチガチではないけれど、中間からガチガチの間ぐらいの方の固めの方に今もう振ってます。はい、もう慣れました。この方がこうハンドルを動かした時のこうレスポンスもね、車体のレスポンスも姿勢もいいので、はい、まあそういう感じで、まあ、自分の好みに微調整をしたぐらいでしょうか。はい。まあ、あとは特に何も変えてないですよ。はい。まあ、今、電子制御スロットルじゃないですか。昔のようにワイヤーで引くとか、そういう、アクセルとスロットルが連動の仕方がそうじゃないから、電子制御なので、途中で意図的な、こう、プログラムでいろんなことができるんですよね。で、普通はね、普通はっていうか、本来の昔のね、そのキャブレターの時代とかっていうね、まあ、もうそれこそ化石みたいな話ですけど、ワイヤーで引いた分だけこう燃料を送り込むスロットルが開くのがまあね、ルールで、その引き方をなんていうのかな、滑車というかコマの大きさで、はい。アクセルの踏みしろとそれを調節するみたいな感じだったんですけど、この開き方とアクセルの踏み方っていうのはもう比例してたんですよね。1対1みたいな、どの踏み加減でも1対1、まあ、それをそのなんていうのかな、スロットルを引き上げるコマの大きさを小さく大きくしたりすることで、1踏んだら 1.2 開くとかっていう比率を変えることはできたけれど、今はそうじゃなくて、スノットル回路4分の1までは 0.8 しか開かないとか、でもっと言えば 0.6 しか開かないとか、だんだんこう回転が上がってくるにつれて1対1に近づくようになったりとか変えてるんですよ。なぜかっていうと、最初にドーンと踏んで急発進を避けるためと、やっぱり踏み始めが燃料一番よく食うから、そこを燃費を稼ぐために、スロット回路の4分の1ぐらいまでは大抵この比例曲線1対1よりも下にスロットルとアクセルの関係でいうと、アクセル踏んでもスロットルは1開かないっていうのが多いんですね。で、そこをそういうところを電子制御でいろいろ調節できますよっていうのがスロットルコントローラーで、ノーマルでもやっぱりノーマルモードでも、スロットル回路4分の1、3分の1以下はもう完全に1対1よりも低い 0.6 とか 0.7 とか 0.8 とかぐらいしかスロットルボディが開かないですね。でエコノミーモードで今一番きついのにしてるんですけど、一番エコノミーなモード、おそらく踏んだ量よりノーマルから比較したら踏んだ量よりも、6割ぐらいしかスロットルボディ、エンジン側の方のね、燃料供給のスロットルボディは開いてないと思うんです。だから4割燃料カット、通常モードで、それで13ぐらいしか燃費走んないですからね。これね、夏だからなんですよ。エアコンずっとかけっぱなだからで、エアコンずっとかけっぱなしなのと、アイドリングストップを切ってます。オンにしておくと信号待ちの時に生ぬるい風が出てくる、エアコンが切れてしまう、だからもうつけっぱなしなんですよ。そういうね、いろいろな条件があって、やっぱり12、13だけど、何もなかったら14ぐらいはエアコンかけてても多分エコノミーモードにしてたらいくと思います。14から15の間だから、冬にエアコン使わずにヒーターだけの季節とかになるともっと伸びるんじゃないかなと思います。で逆にノーマルだったらもう少し悪くなるし、レスポンスモードっていうのは、それをさっき言ったので言うと、スロットルとアクセルの反応する角度、スロットル1に対して、アクセル1に対してスロットルがいくつ開くかっていうのを比較的比例曲線に近いところでなっていて、その比例直線の角度をそのレスポンスモードの1とか2とか3とかっていう数字で変えることができるようになってるのね。で逆にパワーモードっていうのは、さっき急発進を避けるために大体1踏んだら1開かず 0.6 とか 0.7 しか開かないよって、アクセル回路が少ない時はっていうところを、1踏んだら 1.2 開くとかなような形の曲線に変えてあるんですよ。そういう部分で、なんて言ったらいいのかな、パワー感を感じる。実際パワーが上がってるわけじゃないんですけど、体感的なパワーが、レスポンスが速くなってるわけじゃないんですよ。その開き方が変わるだけなので、そういうものをつけて遊んでるんですかね。でぶっちゃけな話すると、普段こうやって街中を走ってる時には、それはもうエコノミーモードでいいと思います。もうエコノミーモードのがっつり一番エコノミーな数字のいいの5っていうのにしてるんですけど、5段階で一番エコなやつね。いや本当にもうノーマルアスピレーションで NA エンジンのような660の、踏んでも出ねえよっていう感じはしますけど、パワー感って乗ってると慣れるんで、それに合わせてこう出ないなら出ないなりに合わせて早めに踏んだりとかするようになるので、人ってだから出足が遅いからって言って困ることはないですよ。で逆にそのノーマルモードは使うことないですけど、ちょっとこうドライブで山の中入ったりとかして走ってる時、普通にこのシフトのモードをドライブとか S モードにしてるだけの時はレスポンスモードにしてます。はい、だからオートマチックになる時はレスポンスモードの方が乗りやすいですよ。で逆にこれをねパワーモードのね、パワーモードは7だったかな、レスポンスは5段階でR の5っていうのが一番レスポンスがいいモードなんですけど、パワーの5っていうのはパワーモードは7段階あって P の7にするとですね、なんていうかな、まあ CVT ですけど、すぐにシフトダウンしようとするんです。いわゆるガバッと踏んだらシフトダウンするじゃないですか、オートマチックの車と。あれが頻繁に起こるので、かえってギクシャクして乗りにくい。はい、今ね野呂山の登り口にいます。はい、もうちょっと覚悟を決めて、オープンにして上がるとこだけオープンで上がろうと思います。いきますよ。ウィーン。後ろが今開いてます。はい。うわ、くっそ暑いじゃん。はい、横の窓もこっちの窓も閉めます。はい、閉めてエアコンを全開にして走りましょう。はい、それではね、パワーモードの7にして上がります。はい、早い早い。3速です。いやー、くっそ暑いじゃん、日差し。これダメじゃん。はい、頂上のロータリー着きました。はい、野呂山十文字ロータリー着。はい、という感じでね、はい、走って上がりましたけど、やっぱり K は K ですよね。これでいっぱいいっぱいでした。という感じで、今日の動画はここまでにしましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。